兵器解説専門チャンネル、弾丸デスマーチ、へようこそ。かつての海軍大国ドイツ。近年までは、大軍縮の旗の下、陸海空軍それぞれで弱体化が指摘されていましたが、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、方針を大転換。なんと、ドイツ軍の増強のため、13兆円もの国防費を投じると発表しました。ということで、ドイツとノルウェーが共同で進める新型潜水艦や、次世代多目的戦闘艦、F126 型フリゲート、など、現在計画中の新型兵器の開発も勢いづきそうです。しかしながら、一度減らした軍備を拡張するには時間がかかるため、もうしばらくは今の戦力で自国の防衛と、NATO の活動を継続する必要があります。今回は、そんなドイツの海軍について、現有戦力を一気に見ていきましょう。ブレーメン級は、その当時陳腐化していた駆逐艦やフリゲートを置き換えるべく、1970年代後半に開発されたフリゲートで、1番艦が1982年に就役、計8隻が建造されました。本艦は、オランダ国内で独自設計された、標準フリゲート、通称 S級フリゲート、をベースに開発され、基本性能は S フリゲートそのままに、ヘリ運用能力の強化など、対潜水艦戦を意識したカスタマイズが行われています。また、搭載する主砲は、広く世界の艦艇で使われている、オートメララ76mm コンパクト砲、互換防空ミサイルとして、艦橋前面の甲板にシースパローの8連装発射機、艦対艦ミサイルとして、艦中央の両舷にハープーンの4連装発射機、対潜兵器としては、連装魚雷発射艦を搭載しており、マルチに対処できるフリゲートに仕上げた印象です。なお、防空用のシウスとして、格納庫上に2機のラムも後日装備されています。また、近代化改修によって、レーダーなどの電子装置類も換装されており、建造された8隻は、近年まで使用され続けていましたが、2014年から徐々に退役が進み、現在では一番最後に建造された、8番艦が1隻残るのみとなっています。その8番艦も、2022年には退役予定となっています。ブランデンブルク級は、欧州共同開発のフリゲート構想から脱退するといういつもの欧州あるあるを経て、ドイツが既存技術をベースに開発したフリゲートです。その艦容はステルス性の配慮がなされており、RCS、レーダー反射断面積については、ブレーメン級の1割程度に抑えられています。今艦の武器システムなどは、前述のブレーメン級を踏襲しているものの、搭載する武装は、ブレーメン級と同様の 76mm オートメララ単装砲に加え、対空ミサイルのシースパローは、16セルの VLS、垂直発射システムに格納され、これはドイツ海軍で初めて VLS を装備した艦艇となりました。対艦ミサイルは、ハープーンからフランスのエグゾセに変更され、2機の連装発射機を備えています。シウスについてはブレーメン級と同様に、ラムを2機搭載していますが、ブレーメン級が2機とも後部格納庫の上に設置されたところを、本級では、お互いの射角を補うように、艦の前後に1機ずつ配置されています。このブランデンブルク級は、合計4隻が建造されましたが、1番艦のネームシップ、ブランデンブルクは、1994年に就役しており、すでに30年近く経過することから、現代では能力が陳腐化していましたが、2010年以降、レーダーや戦闘システムなどの近代化改修を受けており、しばらくは第一線で使われるものと思われます。続いて、ドイツ最強のザクセン級。ザクセン級は、対空能力に重きを置いた防空艦で、その外見と性能から、ミニイージスとも称されます。本来は NATO 共同で開発する予定でしたが、これまたいつもの欧州あるあるによって脱退し、最終的にはドイツとオランダのみで開発したフリゲートです。艦橋4面に搭載された多機能レーダーは、目標の捜索、ミサイル誘導を一手に担っています。レーダーが使用する周波数は、探知距離が短い X バンドを用いていることから、探知距離は150キロと比較的短いものの、
これを補完するために、早期警戒レーダーのスマート L も搭載されています。手法は、前述のフリゲートたちと同様にオートメララの単装砲を1門と、対空用に32セルの VLS を搭載し、イージス艦などでも使用されている長射程ミサイル、SM-2 と、固艦防空ミサイル、ESSM の2種類の対空ミサイルを運用可能になっています。実はこのザク戦級、SM-2 の発射に失敗し、ロケットエンジンが VLS 内部で燃焼し、艦をひどく損壊する、という事故を起こしています。消火システムによって、VLS 内のミサイル誘爆は防げたものの、甲板及び艦橋が焼け焦げ、無残な姿となりました。原因は公表されていませんが、整備不良の可能性が取り沙汰されています。ドイツ軍では、海軍に限らず装備不足や稼働率の悪化などが深刻な状況となっており、メンテナンスがおろそかになっているのだとしたら、軍の弱体化を顕著に示しているものと思われます。バーデン・ユルテンベルク級は、非対称戦やゲリラ、テロ対応などを重視して、思い切ったトレードオフが行われ、シウスを除いた単艦の能力としての対空、対戦攻撃力はほぼありません。その一方で、長期間にわたる任務を少人数で遂行できるよう要求され、大規模なメンテナンスを受けずとも、ある程度の期間を稼働できる耐久性を持ち、母港を離れて2年間は、活動を継続できるとのこと。また、本級は今回紹介したフリゲートの中ではサイズが最も大きいにもかかわらず、乗員はザク戦級から半減しており、精進化に重きを置いた艦となっています。さて、続いて本級の武装ですが、主砲は対地攻撃を念頭に、ザク戦級に比べて強化されており、混合型と同様の、オートメララ 127mm 砲を搭載しています。ただし、混合型は54口径なのに対して、本級では64口径と超方針となっており、新型の誘導砲弾にも対応し、その際の射程は 100km となっています。また、非対称戦やゲリラ、テロ対応などを重視した結果、単艦の能力としての対空攻撃力はほぼ存在せず、ラムを艦の前後に1機ずつ搭載しているのみです。ちなみに、主砲とラム発射機の間に空間があるため、VLS を後日配備する拡張性はあると見られます。ということで、防空能力は貧弱なものの、本級には高性能なレーダーが搭載されており、前後2つの上部構造物に2面ずつ、計4面が分散配置されています。このレーダーシステムの同時追尾可能数は、1500目標とのことなので、イージス艦と比べても結構優秀なのですが、これはあくまでレーダー性能としての最大値であり、この艦に組み込まれた状態でそこまでの性能を持つかどうかは不明。また、どんなに高性能だとしても、シウス以外の対空ミサイルを搭載していないので、宝の持ち腐れ感が半端ない。このバーデン・ユルテンベルク級ですが、情勢を読み間違ったフリゲートとも言われており、いくら非対称戦を重視したとはいえ、兵器が貧弱すぎて、ロシア海軍の活発化などには対応できず、用途はかなり限定されるものと思われます。ということで、ドイツ海軍では現在12隻のフリゲートを運用しており、老朽化や能力不足、稼働率の問題などいろいろあるものの、巡洋艦や駆逐艦を持っていないドイツでは、これらのフリゲートクラスが主力の戦闘艦となっています。ブラウンシュバイク級は、2008年に1番艦が就役したコルベットで、このタイプの艦艇としては比較的新しい部類に入ります。艦の大きさや能力から、本級の艦種的にはコルベットに該当するものの、艦番号にはフリゲートを表す、F、が付与されていますが、まあコルベットです。ただし、アメリカの定義では満載排水量が1000トンより大きく、1500トンより小さい水上戦闘艦をコルベットと定義しているので、排水量1800トンの本級は、ちょっと大きめのコルベット、という感じでしょうか。要するに、フリゲートの小型版ですね。その外観は、発見性を高めるためにステルス性に配慮して傾斜が付けられ、また、
赤外線の放射を抑止するために煙突をなくして、エンジン排気は缶の側面の減速排気方式としています。本級の任務は、バルト海などでの哨戒、洋上阻止任務となっていることから、搭載する武装は対戦兵器を省く一方で、スウェーデンが開発した新型の長射程対艦ミサイル、RBS-10 を、4発装備し、その射程は250キロと、ハープーンと同程度の射程を有します。その他には定番のオートメララ砲と、防空用のラムを艦の前後に1機ずつ搭載しています。ドイツ艦において、76mm オートメララ砲と、2機のラムの組み合わせは鉄板のようですね。本級は、最終的に9隻を建造予定ですが、不具合による建造遅れによって、現時点で浸水しているのは7隻で、うち2隻は未収益となっています。212A 型は、ドイツ唯一の現役の潜水艦で、AIP、非対機依存推進を採用したことで、日本の双流型と並んで、最も静粛性の高い潜水艦と言われています。ドイツでは本型を6隻保有していますが、その稼働率は極めて劣悪で、2017年時点では、故障や定期メンテナンスのため、6隻中5隻がドック入りとなっており、それに追い打ちをかけるように、唯一稼働していた1隻も、ノルウェー沿岸で潜航中に座礁し、艦尾の X 打の1枚が破損してドック送りに。ということで、一時期は稼働できる潜水艦が1隻もなくなるという異常事態になりましたが、2017年内にはなんとか3隻を再稼働させました。しかしその後も、ノルウェーのハーコンスバーン海軍基地から出港した際、艦隊の底と海底が接触し損傷を受けるなど、稼働率の低さは深刻なままで、現在に至っても、6隻すべてが問題なく稼働してるかどうか怪しいところです。ちなみに、事故が起きたとされるノルウェーのハーコンスバーン海軍基地は、北欧最大の海軍基地で、山脈の地下を掘削した洞窟型のドックなどを有する実戦型の基地であり、ドイツをはじめとして、NATO 加盟国の艦艇が頻繁に訪れるため、ドイツ海軍としても慣れた航路のはずですが、にもかかわらず事故が多いのは、ドイツの潜水艦乗りの指揮や技術が低下している証拠、とも言われています。良くも悪くも、第二次大戦中に U ボートで西側諸国を震え上がらせていた時の面影は、完全になくなったと言っても過言ではないでしょう。オステ級は、1980年代に建造された古い情報収集艦で、通信、電磁波、信号の傍受活動、いわゆる資源等を専門に行う艦艇で、ドイツ海軍では同艦を3隻運用していますが、艦自体やセンサー類の老朽化によって能力が陳腐化。近年ではあまり目立った活動はないようです。情報収集艦の解説は別動画でやっているので、詳しく知りたい方は、右上のタイトルや概要欄からどうぞ。ちなみにドイツでは、数年前から本級の後継艦の調達が検討されており、FDB-424 のコードネームで呼ばれる新型艦を計画中で、艦に搭載されるセンサー類とは別に、UUV、水中無人機の運用能力を備えるなど、従来よりも広範囲での防受活動が可能とされています。この他にもドイツ海軍では、掃海艇を12隻、大型補給艦を3隻、小型補給艦を6隻保有していますが、輸送揚陸能力を持つ艦艇に関しては、小型旧式の揚陸艇が2隻あるのみで、大型の輸送艦や揚陸艦の類は皆無です。そのあたりは、旧ナチスドイツの強烈なトラウマから、他国侵攻の意思がないことを示しているのでしょうか。ウクライナ侵攻を受けて方針転換したドイツが、今後どういった軍備を拡張していくのか、注意深くウォッチしていこうと思います。それではこれで、ドイツ海軍の今、は終了です。空軍についてもそのうち出そうと思います。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、ベルマーク、のポチをお願いします。